んでもない手のひら返しの功労か。地元メディアは、サポーターから鎌田への愛情が爆発していると日本の司令塔を絶賛する。SNS 上では鎌田、愛してる、素晴らしいパフォーマンス。ここまで彼のプレーを楽しめていなかったが、残ってほしいと残留への期待を明かす声もあると報じた。もう完全にボランチだな。セリエいるならそのうちアンカーやりそう。レジスタ的役割に転向してまだ数試合だけど現当は相性が良い。どちらもオフェンシブにもディフェンシブにも振る舞えるようになったし、その中身が全く異なる。もともとアルベルトやゲンブージとの共存には問題ない。問題なのはロベッタとの共存ができないことだったと思う。イタリア人のサッピは当然ロベッタ優先だった。今のラツィオの状況的にロベッタをローンバックしてアルベルト鎌田ゲンブージでいいと思うんだよな。来季も鎌田を主力に考えてくれるなら移籍する必要ないわな。今の運動量ってシーズン通して続けられないよな。今は後ろから前に走って、また後ろに戻って守備してる。こんなんフルで毎試合やってたら体ぶっ壊すよ。さっきは選手を縛りつける戦術だから鎌田は輝かなかったな。鎌田は自由にやらせて、鎌田が動き出したらパスをつけるようにチームに言えばいいだけ。それが一番輝く。オファー来たら行ってほしいクラブ。ドル、スリア、スパーズ。俺もそんな感じかな。スリアならかなりウェルカム。ポジション空いてるのか知らないけど。クリパレとかはやめてほしいし、アトレティコとかはギャンブル。ベンフィカならラツィオでよし。断然ドルだろ。一番合ってるのは今のアロンソレバークーゼンだが、おそらく来季でアロンソはどっか行っちゃうからな。何気に背がでかくてヘディングできるのがいいんだよね。今の代表の前線と中盤チビばっかりだから。上田、鎌田、田中の180超え3人いればアジアカップよりは多少空中戦マシになる。早く代表に戻ってきてくれ。まともにトップ下できるのは鎌田だけだ。